センチネル族は、インド洋東部のアンダマン諸島に浮かぶ、北センチネル島に住む、先住民族。人口は250人ほどとされる。今も、なお石器時代の生活を維持する世界で、唯一の民族と言われ、外部との接触を拒否する生活を続けており、インド政府も干渉をしない意向を示している。センチネル族は、外来との接触が、歴史的に非常に少ない集団であったため、 外部の病原菌に対する免疫抵抗力が弱いと思われ少ない人口が一気に全滅する可能性があることも不干渉の理由の一つである。アンダマン諸島の民族分布赤い部分がセンチネル族。センチネル語を話すが島の外部でセンチネル語を介する者はおらずインド政府ですらセンチネル族と会話でコミュニケーションを取ることは不可能である。 地理的にジャラワ族やオンゲ族と、同系統とも推定されているが、データが存在しないので確かなことは、何とも言えない状態である。ビッシュバジット・パンジャ、イン・ザ・ホレスト、ビジュアルマテリアル・ワールズ・オブ・アンダ・マネセ・ヒストリー、P361、ISBN0761841539。 ISBN 9長7807億6184万1531ダンマクドゥーガルサバイバルカムズファーストフォーザラストストーンエイジトライブワールドツーポーチャーズラインシャローグレーブスビサイドザインディアンオーシャンアフターゼートレスパストオナアンエンデンジャードトライブエスアイランドナウイブンリレーティブスオブザビクティムズウォントザザキラーズレフトアローンザオブザーバー12フェブラリー2006 ありがとうございます。